こんにちは、七尾です。今回はですね、ずっと欲しかったネイチャーストーブ、ソロストーブを手に入れました。ずっとね、探してたんですけども、なかなか品薄でして、定価で売っているのを見つけるのは難しかったです。ヤフオクとかでね、高くでは販売されてるんですけど、まあそういうのはちょっともう論外でしたので、ずっと我慢して探していまして、この度やっと、普通に手にすることができました。では開封です。正規輸入代理。じゃん。ステッカーですね。ちょっと曲がってますけども。中はソロストーブ特有のこんな感じですね。では初火入れに行きたいと思います。いつもの里山に来ました。プリムスのライテックトレックケトル&パンという、舌を噛みそうなクッカーにソロストーブを収納しています。さて、薪集めしていますが、雨降りが多かったので生乾きの木ばかりです。でもソロストーブなら少々の生乾きでもしっかり燃えてくれるでしょう。麻紐をナイフでほどいて着火しやすくしています。今日は簡単に火がついてくれました。
くすぶりながらも燃え出してくれました。ここまで燃えると安心です。ストーブライトは今まで使っていた他のウッドストーブに比べて燃焼室が小さいので燃料の木も小さくしないとダメですね。さて、せっかくなのでお湯を沸かしてコーヒーを飲みます。今日もいつものネスカフェです。余った燃料を燃やして焚き火を楽しみます。やっぱりソロストーブは他の二次燃焼するストーブに比べても燃焼効率が高くよく燃えてくれますね。では今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。